こんばんは。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属人の楓です。23時を過ぎておりまして、もう0時前くらいかなになろうとしておりますけど、本日は寝落ち配信、深夜のドアーズパラドックス、 3D グラフィックスが綺麗な脱出ゲームやっていきたいと思います。よろしくどうぞどうぞ。前回10ステージくらいクリアしていったんですけど、今日はその続きから、まあ同じように10ステージ、時間があんまりないから半分の5ステージぐらいになるかしら。まあちまちまとやっていこうと思います。こちらの配信、寝落ち配信となっておりますので、まあリラックスした雰囲気で、できれば布団に入って寝る前に見たり聞いたりしてもらえると嬉しいです。では11、東洋の秋、プレイ。なんか前もあったけど、このちょっと中華風なステージ、水が流れてていいですねって、水が流れてていいですねっていう話は前回もした気がするな。発射、何かを乗せろってことね。お、え、これ使えない、これ使いたいんだけど。まず宝石があるから取っとこう。宝石集めてなんかいいことあるんでしたっけ。水が足りない、これ。ずっん、これ穴開いてる、水が溜まってる様子すらないんですけど。あ、違う、水流れてるわ、流れてるねえ。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、これ全然意味がないよね。え、どうすんだろう、これ何、関係ない、これは関係ない。カチカチ、あんまりこう、私画面クリックしまくるの好きじゃないんですけど、この辺はまだなんかがいるっぽいな。ここには何かアイテムを載せなさいっていうことですよね、きっと。こっち側は？なんかある。え、これ、え、これ、これ、近づけませんね。これは取れるものじゃないってこと？こっちもよく見ればなんか下に変なものありますけど、なんだろう。このここにある下の金と、こちら側にある下のなんか怪しい。怪しいけどわからん。なんだっけ、15パズルみたいなやつ、16パズル、15パズルみたいなやつやるか。え、やるかって言って、これあ、これでいけんのか。え、これさ、元の絵はわかんないんですかね。元の絵がわかんないとさすがにこれ解くのはちょっと辛い気がするんですけど。そうですか、角はわかるな。これが角、周りからやっていきますか。2つ3つ、待てよ、これ上、これがここに来るのはもう確定なんで、ってことを考えれば、これか、これが、え、違う、このマスが下に来るのも確定なんで、これはここに置いといて、ニュアンスしかわからないかパズル。でもこれよくよく見ると、この周りに経線が入ってるんで、これを合わせればほぼできたも同然ですね。
で、しかもこうやって見ると3つ隙間が空いてますから、かなり簡単ですね。こうして、これが左上でしょ？で、これが右手になるから、これ、ここですね、多分。下かな？上かな？どっちとも取れますけど。まあ、まあ、この辺でいいや。で、これ真ん中のやつはわかんないからほっといて。これが左下になるから、これかな？これね。で、頭があって、羽があってか。はいはいはい。顔？あれ？これ右が1枚足りてないですね。これ、こっちかな？こっちかな？わかんない。これはここでいいね。これが上か。この白いマスが上なので、これをまず上に持ってって、ここよね。で、これがここで、これがここで、ここで、ここで、こうか。違うの？違うの？これ。顔じゃなさそう。顔ではない。ああ、そういうことか。書いてあるのがってことですね。雲と鶴みたいな感じですけど、これこっちか。あれ、なんかおかしいな。あ、わかった。いや、つながり的にはやっぱこうか。ここが足りない、ここが。あれかな？どっかにあるのかしら、このマスが。こんな気がしてきましたよ。おい、開けてくれ。開けてくれ。上か右にずれるとか。いや、多分こうですね。こうじゃないもんな。多分こうですね。ここに鶴がもう一羽入って完成すると思う。これを探すっていうことなんですけど、今ちょうどここの天井が開くっていうのが分かったんで。これね。おもり。宝石。こんなところに物入れ作る？知識と知恵があなたの魂を満たしていた。いいことですね。知識と知恵両方持ってる人はすごい。このおもりを使って、つまりここってことね。わかりやすくていいね。どっち？右から行く？左から行く？羽を鳴らそう。あ、金こっちだったか。これ金付き棒に見えるんですけど。金付き棒に見え、ハンマー取れるのこれ。取っていいの？いや、まあ取らないとダメか。OK、わかった。で、この重りを取って、こっちに乗せ替えて、金が、ん？こっちに乗せ替えると金が引き上がってくるので、この金付き棒を、あ、ち
ちょうど引っ掛けるとこありますね。お、結構自分で鳴らすんねこれ。え、お、モミジが成長しました。なぜ金で、あ、なんかモミジが出てきましたね。歯のメダリオン、どこで使うの。なんかこういう盆栽欲しいな。でも水やるの忘れて枯らしてしまいそうなんですよね。盆栽ってあの小ささに、あの小ささの植物を生えさせるってなかなかすごいですよね。昔気になってちょっと盆栽やりたくなって盆栽の本とか読んだことあるんですけど、あ、結構手間かかって大変だなって思ってすぐにやめてしまった、本を投げ捨てた、そんなことがありました。え、メダリオンどこで使うの。盆栽すごく大変そうですよね。本当にあれ年単位で作品を作っていくものだから、しかもこう相手は生き物じゃないですか。生き物の面倒見るって、まあ、大変ではあるけど、大変だけど、まあ大変だけど意外と適当でもなんとかなるのが生き物なんですよね。そうなんよね。まあただ思ったように作り上げるってなってくるとかなり手間がかかりそう。このメダリオンどうすんだろう。こっちにかけんのかな。これちょっとこの重り欲しいんですけど、え、もう取れない。あ、そう、え、どうすんだ。苔とかも苔玉だけで精一杯です。あ、苔玉いいですね。苔はね、あっちの方が手間かかりそうですよね。毎時間霧吹きシュッシュしないといけないっぽい。え、メダリオンどうすんだ。メダリオンどうすん、あ、ここか。これ近づいて、これまだ何もできてないんですよね。怪しいですよね。違う、ここに引っ掛ける。違う。え、なんだ？え、なんだ？もうちょっと上から。あった。え、ちょ。これあれでしょう。あの、15パズルの。え？割りたいな。ハンマー使うか。ハンマー回収できませんね。ん？なんかある？あ、これ扉か。扉が開くんですよね。ってことは、最終的にこのパズルを完成させて、多分これが消えて、で、ここの缶抜き外してドアが開くっていう流れになりそうなので、どっかでモミジを使って、で、なんかをした後にこの亀の中のパズルが取れるっていう流れになりそう。なかなか取れない。亀、水、え、もみじ、ここ蓋したら水が溜まって、で、あのパズルが浮き上がっていきそうな雰囲気がある。蓋ね、どうやってすんのかな。え、ここでメダリオン使うのかな。やっぱもう使えるとこないんですよね。蓋をしてほしい、中に入れてほしい。わからん。他になんか見るとこある。
ここじゃない。この辺とかはどうですか。上とか。うん、こことか反対側引っ掛けられそうではあるけど、何の因果関係があるんですかっていう。それとも、ま、ここかな。あんま関係ない。ここ？ここ？違うね。元に戻す？戻せないね。なんだろう。ここは取るためにアップになってるだけだと思うんだけど、他になんか見られる場所関係ないですよね。モミジなんか使える場所ないですもん。重りは動かせないんですか。そう、動かせないんですよ。回収できなくなっちゃった。あそこはもう用済みですっていう感じ。これは？いいか。前みたいにこの頭が取れるとか。あちちちちゃ。ちょっと待った。なんか今ちょっとずれたな。ちょっと待ってください。こうして、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 画面に合わせる。OK。どこだろう？どこに注目していいかわかんないんですよね。重りももうクリックしても反応がないので、この辺はもう、ここしまう？違うね。どこだろう？どこだ？どこだ？注目できるところが他になさそうですけど、やっぱりポンプかな。ポンプじゃないや、井戸？あれなんて言うんだっけ。ここじゃないでしょうね。ここなの？なんかある？もみじ、もみじ。もみじが落ちています。関係なくない？お？違います。違います。どうしてもわからない人のためのヒントっていうのがあるんですけど、あんま使いたくないんですよね。負けた気がするから。でもわかんないな。全然思いもかけないところが動いたりするのかしら。ここに、ここを詰めたいんだけど、布とかないんですかね。線をすればいいんだけど。ここに線、メダリオン？メダリオン使える？乗せる？いや、でもアップにならないからな。乗せる？乗らないよね。ヒント使うか。なんか悔しいな。わかりゃん。もう一回金つくか。あ、動かせない。なるほどね。クリックしかできないのに、ここだけアップになるのよね。でも取るためにアップにしただけだからな。ここメダリオン使えるような場所ないでしょ。あんの？ここに入れたら変わるとかないね。ふむ。
や、やっぱりわかんないわ。ここに引っ掛けるとか。ないね。無駄な動きは出せないせいでさらにやりにくい。いや、ちょっとこれは、これは、引っ掛けられそうな場所ではあるんですけど、あのね。これは、ちょっと、推理力というよりは、クリック力が試される現場な気がするな。わかんない。しょうがない。ヒントを使おう。このハテナを押すとヒントが見えるらしいので。これか。ヒントを表示する。え、やっぱりそこなの？え？ん？え、何？その歌詞、え？ん？いやいや、ん？いや、それはわかるけど。まさかの連打。そういうこと。なるほどね。はい。力技で水を溜めようという話でした。メダリオン全然関係なかった。やられた。そうですか。そういうのもありですか。エンダゲーよ、まさかの。そうね。よくある脱出ゲームだとあんまりこういうのは、こういうシステムはなさそうですけど、これはリアルタイムに時が流れる 3D パズルなので、画面がインタラクティブに変わってくる、そういうタイプなので、こういうのもありか。まあまあまあ、次からはもうね、こんなことにはなりませんので。ここでメダリオンか。なるほど。だから2枚あったのね。はい。近づいてから。ちょっと納得いかない感はありますけれども。はい。開けて。なるほど。ここまでチュートリアル。そうか。これもチュートリアルか。もう、連打のチュートリアルはなかったからな。なるほどね。チュートリアルならもうちょっと分かりやすく教えてほしかったな。レベル11クリア。まあちょっと気に入りませんけど。次、12、近郊。なんかこんな感じのステージが続きますね。また中華な感じ。作ったのは中華なんですかね。近郊、バランスを取るっていうこと。さっきの方がバランスっぽかったけど。ん？座布団。囲炉裏なのこれ。動かないね。座布団。動くね。宝石。ないんかい。宝石があるとこには大抵なんか別のものがあるんですけど。なんだろう。ちょっと難易度上げてきたのかしら。ん？あ、もう動かないや。座布団も動かない。刀。抜くでしょ、そりゃ。あ。なるほど。刀が手に入りました。壺。宝石。あ、めっちゃ寄るけど。めっちゃ近くに寄るけど。これ、あれか？バッサリ。違うの？この植物を切るか、それともこの壺を割るかしそうな感じがしたんですけどね。怪しいね、これ。やっぱりか。え、なにこれ？神経衰弱でもしろっていうの？意味がわからん。
ちょっと別のところに行きましょう。ドラ。ピックがいりますね。あの台座は関係ないのかな？なんだこれ。何色に合わせればいいのかな？何色に合わせれば。あれ、紫なくない？え、これもしかして。なんだこれ。ん？なんだこれ。あ、手紙があった。だけどあなたはいつも人生のバランスを取るのが難しいと感じていた。人生のバランスか。ちょっと大雑把すぎますね。まあでもあっちとこっちとで悩むことっていうのはあるかと思います。こっちかな。刀のね、これ青かな。青色で合わせてみよう。ん？え、何これ、どういうこと？え、どういうこと？人生のバランスを取れたことがない。ああ、まあ人間はどういう状況にだって不満を覚える生き物なんで、他から見てなんかうまくやってそうに見えても本人は満足してないっていうこと多いですからね。あ、満足してしまうとそれ以上の発展はないと言いますから、それくらいの方が良かったりするんでしょうか。バランスか。でもバランスは取れた方がいいですよね。いや、でも取れてないと思ってバランスを取る風に努力することの方が大事ということなの？人生のバランス。なんだろう。バランス。仕事と休み時間のバランス的な。社畜が多い世の中ですからね。バランス取ってほしいね。これ何なのかな？全然わかんないぞ。全然。ここドラの下のこの虫かごの中何入ってんの？何これ。え、何これ。え、何これ。ああ、これで鍵穴、鍵穴だな。これで鍵穴が開いてここに鍵がさせますよっていう話になりそうなんですけど、入ってんの鍵かな。ドラを鳴らしたらここがパカッと開くみたいな流れ。この色合わせは全くわかんないし、やっぱりこれか。え、本当にこれ、え、俺本当に、ん？あれ違うね。同じ場所かと思ったけど違うね。に。え、これ本当に神経衰弱なの？それも表と裏で別々になってるから全部解かなきゃダメってこと？似た柄が多すぎるだろう。そう、分かりづらいんですよね。
あ、でも1回空いてるんだったらいけるか。梅どっかあったっけ？あった。ゼロっぽいのどっかあったな。これ？あった。ああ。あ、あ、なるほどね。そういうこと、そういうこと。ああ、はい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 。オッケー。で反対側もやれってことね。わかりました。陰と陽のマークですけど、陰と陽のマークを表しているものが表と裏にあるってちょっと多すぎませんかっていう気しますけどね。2だ。ん？お、すごい。いい成績だ、今の。お水飲むのだ。お水飲むのだ。よいしょ。来たのだ。ちょっとお腹減ったな。いらっしゃいませなのだ。たまちゃん、うん。さすがなのだ。任せてほしいのだ。あらあら、なのだ。今のは割とうまくいった気がする。あ、ちょっとちゃう。で、この紐を切りますよと、刀で。もう寝るのだ。刀で切るんで、おやすみなさいませなのだ。そうか。今日は、開始時間が遅かったから。もうこんな時間ですね。オープン。何これ、ジンダモンなのだ。ああ、やっぱりそうでしたか。もう連投してくるから、ありがとうございます。お疲れ様です。おやすみなさいませ。ジンダモンではないな。なんでジンダモンになったのだ。これいろりが出てくるかと思ったら、なんかただの机ですね。折り紙、おや？おやおや？おやおやおや？ヤムチャセット。なるほど。なるほど。なるほど。お茶だけじゃなくて、なんかつまむものも欲しいですね。折り鶴って日本のイメージありますけど、中国発祥だったりするんでしょうか。これなんだろうな。この順番で揃えるってことなのかな。いらっしゃいませなのだ。ジンダモンではないのだ。もう寝るのだ。おやすみなさいませ。バイバイなのだ。ん、裏方さん、あよさんか。おやすみなさいませなのだ。あ、そうか、二人でやってましたもんね。わざわざ配信後にありがとうございます。大体もおやすみなさい。この順番で揃えるんじゃない？紫、青、オレンジ、黄緑。紫、青が揃っていたのに動かしてしまった。紫、青、オレンジ、黄緑。おい、話が違うぞ。話が違うぞ。ん？オレンジじゃないか、これ。ちょっと待って。ちょっと意義あり。ああ、でもそうか、オレンジか。ちょっと赤みがかってるように見えるけどな。はい、ということで、ドラを鳴らすバチ。ハンマー。何でもかんでもハンマーって言うね、君。バチ。で、じゃあこのハンマーで、ゴン。お？近づけて。で、ボイーン。いいね、いい音ですね。こういう音好き。そう、さっきの何？YouTube で寝るときに聞いてる音っていうのがこんな感じの音だった。ここまで重たくはないか。で、鍵を手に入れました。ズンダモン使ってるからコメントの語尾をなんとかなのだ付け足して、ジンノさんがそれを読み上げるからジンノさんの語尾がなのだになっているので、じゃあジンダモンですけど、違いますね。
違いますね。ズンダモンに合わせて喋ってるだけで、ジンダモンと言ってるわけではございません。はいはい、オッケーオッケー。消えます。消えます。ゴイーン。またどっかでドラが鳴りましたけど。猫ちゃん。いや、だんだんと難しくなってきたなぁ。前までここまで苦労はしなかったと思うんですけど、これがあと50ぐらいステージあるんですよね。グリニッジで問題、急に変わりましたね。イギリスです。なんだっけ、グリニッジで問題は世界標準時刻の起点になってる場所ですね。ここが0時としてみたいなやつと言いますけど、これはどう見てもグリニッジ天文台には見えませんが、なんならただの のぞき魔が望遠鏡ベランダから見てるだけっていう気がしなくもないですけど、うん、アグルムが回ってここが開くっていう流れが見える。で、前学んだここになんかある。どこ見てんの？ここどこ見てんの？あ、宝石。これなんか出てくんのかな、こっからも。あ、もう開くのこれ。ああ、なるほど。器用な仕組みですね。どうやって収納してた、それを。とてもこの箱に入りきれないと思うんですけど。なるほど。この歯車は、この箱を開けるんじゃなくってっていうことか。ここにつまりネジがいるってことね。え、嘘？違くね？だってここで回すんでしょ？こっちで回すの？こっちで回して、こっちを回すの？わかんないね。ネジを探そう。扉。剣。手紙。剣を先に取ってしまった。そして、年を取るにつれ、自分で撒いた種を自分で刈り取ることになった。うん。ん？年を取るにつれて、自分で撒いた種を自分で刈り取ることになった。ああ、それまではじゃあ誰かが尻拭いをしていてくれたんですかね。そういうことをしてくれる人がいなくなったから、もう親には頼れない。自分の尻は自分で拭こうっていう、そういう流れになったんでしょうか。おやす、はいはい、真央さんもどうもおやすみなさい。ありがとうございました。いいね。寝落ち配信っぽい感じになってきましたね。見てる人もぜひ寝てください。剣は取れんの？4つ取れんの？じゃあ取れたわ。ほえーん、剣なんてどこで使うの？刺すとこあった？人体串刺し症とかやるの？ここか？時計が動いてますね。あ、ネジあんじゃん。あっという間に見つかったわ。宝石。鍵。ではないね。ネジ回しと言うべきか？レンズ。まさかの。そうね。時計のカバーにしてはなんか随分とだなぁと思ってましたけど、取れると思わなかったな。じゃあそろそろ、じゃあこっち行くか。ん？え？向き変わるよ。ん？変わったからどうだっていう話なんですけど、ひとまずネジ回しで片付けてね。ねじ回しでくるくる
え、ちゃんと動いてなくない？え、これでいいの？もうネジ回しをクリックしても動かないからこれでいいらしいけど。いいらしいけど、そもそもここの動力でこのでっかい歯車を回そうっていうのは間違いだと思うんですよね。エネルギー足りてないでしょ。え、なんだろう。やっぱこれ？ここ関係あるのかしら。え、剣刺す？刺さないね。なんでこれがちゃんと回ってないかっていう話なんですけど、中に何かあるかな？ないね。どういう仕組みで回ろうとしてるのか、ちょっといまいちわかんないですけど、関係ないのかな？なんだ、これがくるくる回ったらこっちの扉が開くのかな？先にこの扉チェックさせてもらえないわ。画面が激しく動くのよね。時計は関係ない。剣を使う場所っていうのが全くもってわからんのですけど、これ関係あんの？これ、あ、そうだ、レンズ。あ、さ、対物レンズの上にさらに対物レンズはおかしくない？そういうもん？望遠鏡持ったことないからわかんないけど。で、これなんだ？え、なんだこれ？え、こういうこと？あ、4つある。よく気づいた。まあ、怪しくはありましたもんね、最初から。よかった。で、光を当てる。え？ちょっと。え、何？なんで？わ。ちょうどいい高さにならないんですけど、どういうこと？え、この辺で止めろってこと？あ、止まるわ。止まる、え、回せる？回せはしないが。ん？どういうことだこれ。あ、なるほど、そういうことか。高さの問題か。よいしょ。高さの問題ね。君ももっと高くしろってことね。つまり。高くすれば当たる。はいはい。この屈折さ、あまりにも理にかなってなくない？これを。こっち側も、やった。なるほどね。元気に回り出しました。そしたら、カバーが開きます。言っちゃなんですけど、なんでそれで、あ、止まってるし。開け切ったからね。なんで光を当てて、これだけで回り始めるのっていう気はしますけど。水金、地下。水金、地下。すいません、どうでもいいことでした。はい、これで、ガッチャン。OK、クリア。まあまあまあ。これはまあまあまあ。13レベルクリア。今日はどこまでいけるかな。14。10。
重の荷物。ん？なんて読むのこれ。天重の荷物。え、何これ？どういうこと？重でしょこれ。重じゃなかったっけ？これ天で一回切れてるのかな？スペース入ってるし。でも重の荷物って言われてもわかんない。訓読みがあるの？気になるな。調べよう。